どうしよっかな、どう説明したもんか。思考が遅れてんだよな。あと1個、あと1個、あと1個。そのターンにキルが起こったからもう釣る余裕なしっていう。フルメイト。うい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 。ないもん。はい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 。早いね。おい、もしかして。覚えてます？覚えてます？時矢さん。んあ、え、あ、そんなルールありましたね。あったね。あったけどね、今ね。じゃあ、そうですね。いや、もうやばすぎ、こいつらの。あげるわ、キャラ変更するんじゃねえぞ。オポチュニストは、僕ですからね。クロカークロム様。おい。あら、僕ピカクロさんアーカイブ側に抜けてくのを停電になる前に見てますね。ピカさんアーカイブ側、はい、診察見たんすけど3秒前に死んでました。おっと、プテアベゲンがミーティングで無理です。はい、お互い無理です。3秒前だったら夏目先生も無理で武雄さんは絶対無理。僕最後アーカイブ1人です。はい、夏目、クロム、誰だっけ、武雄さん。武雄さん、僕のこと無理って言ってくれませんか。誰、あ、畑島さん、無理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 。あの、オフロードしてましたよね、証拠のとこ で。その後、下に下ってって、プテさんとすれ違ったんですけど。うんうん、無理だと思います。うん、プテ、なんで片砂に言ってくれないの？アベ。あ、まあ、一応、下から出せるからってことで、まあ、三角ぐらい。二重丸が、アベゲンプテ。うん、アベゲンプテ。アベゲンプテは、もう確定。無理です。大丈夫。停電前に下にアーカイブから下に抜けたって言ってました。で、アーカイブに上がっていった。うん、アーカイブに上がっていった。停電直したのは誰？僕が直してる気がします。武雄さんが直した。うん、そうそう。クロム君もいた。いや、でも俺は直してないんで、武雄さんが直すとこ見てた。はい。クロム、武雄で展望でいて、で、最後に夏目先生が合流したっていう形なんで、下位置がアーカイブの方だったら、この3人無理。そう。間違いないです。はい、あれ、夏目先生、シャワーに当てじゃなかったっけ？あ、夏目、貨物、診察、エレキ、セキュリティ、キッチン、展望、うん、なんでそんな、そんなあれ、いいのじゃん。これで、エレキまでは一緒にいましたね、夏目先生。キルには関われないから。あ、俺、最終セキュリティの通路なんだけど、夏目先生通ってないよ。え、通ってますよ。え、はっちゃんあれしてたでしょ、テープタスクしてたでしょ。ああ、なるほど、ごめんなさい。その時追い抜いてか。オッケーオッケーオッケー。結論はどの辺が。だから多分シャワーには下ってきてないので、リフトの右側か、アーカイブには僕がいるので、ラウンジ貨物あたりだと思います。うん、あ、もちろん僕は容疑者一ですね。ダチキン、エンジン、ワキエンジン、配線、メイン配線、シャワー配線やって終わりです。シャワー配線、説明、説明、説明、はい、それが分からん。配線じゃもう二度とできないじゃん。はい、配線、配線の喜びを感じれない。うん。ああ、ナイスボタンすぎるな。はーい。はい。
僕ちなみにあれなんですよね、うん、まだ会ったのがピカコロさん以外会ってないんで、うん、僕の死に唯一の可能性が出てきましたね、うん、まあでも結構位置的にはショボさん以外きつそうっすよね。そうだね、3秒なんて。いやでもその3秒って言ってる人はキリッシュ感あるよね、うん、ああ、わかりました、はい、うん、3秒誰だっけ。はい、中野ちゃん対戦た、あの、はい、バイタルです。あ、それかラインがあるかね。うん、だから3人以上出したいところはラインが成立しづらいので、うん、だからミーティング3人と展望キッチンあたりの3人はもう外して大丈夫だと思って。竹、クロム、夏目と夏目、ウテ、ゲン、阿部、阿部、うんうん、までは OK。 はい、はたさこさんはごめんなさい、3人乗りなんだこれ。チキンはアーカイブはいけないでしょ。そうなんですよね。うまくないんだよ、キッチです。どこにいるの最終位置。え、どこにいるんですか。シャワーじゃん。シャワー、シャワー、シャワーか。シャワーだったらでもな、僕直前までシャワー開いたけど、下の方ですか。今シャワーの上ですね。左上配線やったアーカイブは入ろうか、入り口あたり。いやちょっとザチキンさんベンティーの可能性まであるかなっていう、貨物にイベントとかだったら全然いい。あ、ザチショボ中さんめっちゃ、うん、そうだね、ザチ中ショボで様子見でいいんじゃないですか。あ、うん、ただショボスケさん結構白目だと思う、うん、誰も死人出してないのに、うん、出す必要が、そう、単一っていうか一人しかいないのに、うん、そうそう、僕自分から黒内になっちゃうもんね、これ孤立してるわけだから、ね、3秒って出してる情報もちょっと黒いですか。いや全然それは黒くないけど、しょ、黒くないけどムカつくからてか今ザチキンさんが上側って言ってショボスケさんが今の流れだと上側いるのにわざわざ被せてくるっていうのも結構なんか、まあそうですよね、それも思った。うん、うん、ザチキンさんがシェリフいっちゃえば、シェリフ、いや早いでしょ、まあでもザチ中フラットぐらいで見てます。でショボちょっと白目みたいな感じ、うひょ、うん、ジャッジはもう二度と敗戦をやらないで、敗戦しないで。いや、でもそれ。うひょというか、ショボスケさんをする場合って、ショボスケさんの死人情報すら嘘を疑わなきゃいけないから、成立しなくなってくるから、なかなか難しくなっちゃいますけどね。死んでそうなんだけど、どこ、あっちゃん、手端、展望デッキはない。うわ、結構いったなこれ。何人もいったか。先に、はい、だっけ、2人死んだのどっちだっけな、クロム、とりあえず、目撃者の言います。クロムさんの死体がエンジンとメインの間、はい、夏目先生と一緒に発見って感じ。はい、同時発見です。で、ザチキンさんが上のあの、なんだっけ、部屋、はい、ベンダーがどこから出てきたのが見えた。ザチキンはゲンさんとショボスケさんから否定が入るはず。いや、あの3人がいるんで、2キロ起こったタイミング、ゲンさんが2キロ起こったタイミングを把握してたら、ショボスケさんがザチキンをずっと見張ってたんで、そっから。そうそう、だから2キル、最初の2キルは、あ、そっかそっか、1キルが出る。俺はできないけど、そか、できないと言える、それは。俺が考えるけど、3キル目が起きるから、わかった。ゲンさんは100人情報あるんですけど、よろしいですか。あ、ちょっと待って、ゲンさんが来てる、ゲンさんが来てる。はい、ゲンさんどうぞ。バイタル情報があって、とりあえず2つのデッドを確認し、はい、開いた時点でデッドがついており、うん、で、うん、はっちゃんさんと、たいさんだったかな、
あ、そうそう、うん、多分そう。だと思います。で、レッドを見たら確か貨物方面に抜けて、レポート連打しながら探しました。手で直したのも危険です。で、その時にバイタルにいたのが、クロムさんと、チョースケさんと、あと、ダチキン、うん、ダチキン。ダチキンです。うん。まあ、ダチキン関わるのは知らないかなって思ってます。だから、ダブルキルはできない、最初の。プテラシャッチャーのキルはダチキンはできない、絶対。それは証明できる。はい、で、2つ目かな、次。あ、2つ目じゃない、喋りたかった。ごめんなさい。アベレージに聞きたいんだけど、はいはいはい、あれってもうほぼアベレージ夏目視点ザチキンさんがやってるように見えますか？自分は結構見えたんですけど、ザチキンがクロムさんをやった場合、メインホール、クロムさんをやりメインホールのベントに入り、ベントから出てきて、そう全く海のわからない行動をしてるんで、ザチキンは部屋で見えたからっていうのはちょっと落ち着いてくださいね、ザツキンさん。そうだね、熱い男だから。タケオさんの左から来てるからね、タケオさんの経路も聞いておきたいです。タケオさんって途中、昇降機から出てきたじゃないですか。え、あ、モービング、あ、違う。え、あ、もう、っていうか、相当時間あったから、タッチャーさんが忘れたの20秒、20秒以上に前に死ぬのを確認していて、ね、昇降機右まで、診察から昇降機右まで、右からガーッと探しましたが、お肉なかったです。あ、右行こう。これ何、プタスさんも死んでんの？ミュートになってるから死んでるっぽいな。ただこれ白透けするからこれを聞けないっていう。さんか、うん、ナイスボタン。あの、役職持ち入れた方がいいと思うよ。うん、まあ僕出ちゃいます。ナイスゲッサーです。お、ナイス。はい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 。あとはないかな。完全に死んでる。オッケー。でも誰で打つかだよな。基本、はい、すいません、私の情報、はい、新前提にはなりますが、基本私右の動き右まではあの貨物はラウンジアーカイブと探してなかったので、うん、シャワー以外の右のエリアにお肉はありません。とだけ。あ、うん、シャワーは夏目アベレージが通ってます。通ってて大丈夫でした。なかった、なかった。そうなんだ。エレキと、セキュリティとその下のダウンロードのところと、キッチンと、あと展望までは僕見てる、うん、けどしたいね。ミーティングとかそっちじゃないかな。すいません、アドミン、ちょっと、はいはい、忘れる前に言うんですけど、はい、宿舎前じゃないか、昇降機1、エンジン1、電気2、診察2で貨物1、シャワーが1ありました。じゃ、いつの？いつ？3キロ来た時のやつ。のいつの？3キロ前。もう後半、もう結構後半っす。結構後半。ね、もうちょっと待って。多分夏目先生と僕ほぼ同じ動いてて、最後メイン発見でシャワー一緒に通ってて1になっちゃってから。はい、一旦数多いところあります。2とか3とか2、右下の方が結構多かったかな。診察、電気あたり4人ぐらいいて、ガチでそれ多分詰めれない、詰めれないから、それで雑菌を釣るか釣らないかで、でもアベレージのナイスゲッサーって言ってて、これは僕2人できないと思うから雑菌は釣っていいと思うよ、はい、うん、これっすね。左にキル、いや、左にキルができない。だから、プテハシャッチャー。左にキルができないんだったら、ハタタコさん、中野さん、竹尾さんが容疑になるから、そっちから集めてた方がいいんですか。ダチキンが集めてた方がいい。いや、だから、ダチキンさんはジャッカルとかでってことなんじゃない、普通に。単独陣営。クロム3キルだったら、本当に意味わかんない。夏目3目線、夏目3って白出せます。今回とりあえず出せれますかね。うん、あ、じゃあまあ、大丈夫かな。私、中野さんは結構黒硬いかなって思って、うん。あ、わかりました。じゃあ、証明します。証明します。何をどうやって証明しますこれは僕はどうすればいいんだ。とりあえずもう村に従うしかねえな。情報だけ出して村にした方、情報出す時間だけもらえれば。
あー、米サブか。これナイス。ナイス。昇降機、はい、左側の弁当が開きました。僕弁当助けてデデになりました。誰わかんない。僕は前回ね、前回のやつが残ってる。前回のやつが溜まってる可能性があるから。いや、まあまあでも、あ、ちなみに、ベンタタスクって僕メインでやったんですよ。それで誰も出てきませんでした。あのね、昇降機左が開いた。左が開いた？うん、リフト左開いてる。リフト左絶対開いた。俺は見た。マジ？じゃあ、昇降機先生じゃん。いや、夏目ミーティングで上がってるから。俺が上がった時に夏目先生下がりましたよね。だから、弁当が2つあるぞ、これ。いや、ただちょっと今弁当使うタイミングではなかった気がする。お前ちょっとじゃあやめるの弁当の話は。とりあえず米サボ直したらゲンです。はい。弁当だとしても白で置いてください。はい。はい、昨日のクロンの続きで、まあ左で私は2キロが発生してると思ってます。自分の目線では左のお肉は右のお肉はないんで。で、僕も下にはない。下にもない。下にもない。左だった場合弾ける人が結構 いますよね。その診察組を弾いていいし。うん。あ、左側だったら俺。ショボスケゲンできない。うん、じゃあ俺が爪アベレージもできない。左に貼ったとこですよ。爪アベレージはどっちからどっちに行った？シャワーメインエンジン。ああ。夏目先生ってその前どんな感じですか？自分米サボのパターンは、うん、米サボにいて、で、うん、誰だっけ、米サボで誰かを置いて、あの誰か直してくれるやって思って誰かを置いてメインに入ってシャワーで。あ、その時黒川くるもとメインにすれ違っているわ。ごめんなさい。メインすれ違って、メインで黒川くるもとすれ違った後にシャワーでアベレージと合流。中野知多京が黒いけどね、普通に。うん。左に画面見てるのかね。はい、僕の情報何も出してなかったんですけど、話したい。はっちゃん、はっちゃんさんが20秒以上前には死んでいたことを確認できていて、その時に黒川くるもはエレキにいて、僕はセキュリティの、展望デッキ側と、なんだろう、肖像画ホールまで確認して死体がなかったっていう状態です。で、その間にプテハシ、ああ、お前入れればよかった。いや、竹雄さん入れや中野さんだと思って。僕もそっちだよ、どちらかっていうと。そっか。セキュリティの容疑者でもあるから。じゃあ。あー、めんどくせえ。どうしようかな、どう説明したもんか。思考が遅れてんだよな。プテアスさんが死んでるっていう情報が自分しなかったから。誰か後ろに行ける。今畑迫くんが切って逃げてったと思います。アベレージさんがコミュサボを言いましたけど、すでに僕が直してました。ショボスケゲームはできないんで、僕が切ったように見えたけどな、はい、俺は。いや、とりあえず多分ここは中野っちを釣り、いやもうね、畑迫の証明もう言いますわ、うん、俺シェリフなんですよ、すいません。はぁ、いや、さっき、いやお前それ先輩やぞ。いやマジで言いたくないけど、あんまり。いや証明しますって言って取る仕事なと思ったのよ。2ターン分ぐらいあったから、お前熱い男だな、できなくて、それは申し訳ない、申し訳ないです。ゲンさん、どこ入れたの？中野いや、そうだね。いや、わかる。マジか。いや、ごめん。あ、そうですか。あ、遅かったか。いや、遅いな、さすがに。あ、そう。結構さっき約束出しちゃっていいんじゃないですか。さっき3秒入ったタイミングで言えよ、それは。いや、マジ、いや、もう切るしたくて、ごめん。ほんと、申し訳ない。議論で言うべきなの？まぁ、ちょっと先輩は言い過ぎたら怒られちゃうわ。先輩は。いや、いい、全然、全然。いや、全然。撤回するけど、ちょっと頼むで、中野っち、それは。だから、つまりショボスケゲンはもう白置きするしかなくて、中野っちが本当にシェリフだ、うんうんうん、じゃシェリフじゃなかった場合か、シェリフじゃなかった場合、竹雄畑迫どっちが黒かってのはもうちょっと次の議論で話すしかない。中野っちさんがアドミン情報出した段階でシェリフ使用して、もう自分の言うこと聞いてくださいで全然良かったと思う、うん、そう、僕もそう思う、ごめんなさい、僕もそう思う、
そっか。疑惑が残った状態でアドミン出しちゃうと、えってなっちゃうから。なるほどね。その確認の状態出すアドミンと、疑惑残るアドミンって全然価値が違うから。うん。だから中野地釣って終わっちゃったらもう。すいません。すいません。いや、ナイス。ナイス。いやでも面白かったよ今の試合終わりはしないですよ竹尾さんがそうかそうか終わらないけ終わらないから終わんないときあでもさここでもそこさ正直どっちも怪しいよねうん本当ですねあたさこはでもさえ、うん、まあ村に従いますとりあえずはーい頑張って頑張っああ頑張って頑張って。これどうすりゃいいんだろうな。コミュサボ警戒の方がいいのかな。結局僕ってボタンも押しちゃってるし、今ちょっと盤面が終えてないというか、どうすればいいのかがよく分かってない。アタサコインポスターだけは分かってるっていう状況だ。インポスターか分かんねえわ。はい、これさ、貨物いたの原産？はい、貨物からもう大移動して助け合ってました。あ、オッケーです。僕はアップロードとミーティングの終わりですね。1分あれば終わる。今ミーティングで終わったんで終わりです。ゲームもぶっこで終わりなんで。武田さんは？アップロードとミーティングの一番右のあ同じだわじゃあ竹尾最初に行こうあどっちか行きますじゃあ悪いかなアップロードかな一緒にいたら死にますよなんででも別に殺される分には霊界ですぐ終わるから俺は竹尾さんにうんでまあ3人になってもスキップしていただければまあ30秒は確保できるのでそうそうそう別に竹尾さん殺される分には僕ミーティング行けばいいし竹尾さんがそのミーティングの助かったってことは嘘になるから今ってリアクター直したのって竹尾さんと畑底さんですか僕が直した僕が左打ってヌー乗って右行って右も直したけど竹尾さんは左にいたずーっと左直しましたうーんボタン待機ですだからいいじゃないタスク勝ちで今日なかったし幅ないっすねお二人は、うん、あ僕視点は畑底くん確定なんででもそれを押せる要素がないんで、うん、もうそう僕も正直マジでフラットなんでしかないマスクするからここで逆に釣り押す方が黒いと思ってるんでそれに従いますうん、うん、いや僕もねいやゲイさんもフラットじゃないですか結構いやフラットですねで結局これ畑さんがボタン押すのは多分白でも黒でもやるんですよねここで今日、うん、僕もそう思う竹尾さんに釣り勝てれば3人場面に持っていけるんで、うん、そうそうそうはいそうその通りねどっちもあるっていうなんかチューブラリーな結論ですがオポチュニストがいなあでもオポチュニストいてもどっちも白スキップになっちゃうおほっ関係ないっすねじゃあ僕はキッチンか、まあ、近い方に置きますはいリーティングかキッチン武器庫だけなんで終わりますこれ4人盤面かやっばいこれ、手阿部落ちてるな。手阿部落ちてるな。あと一個、あと一個、あと一個。竹尾オポチュニストね竹尾さんオポか
え僕普通にタスクやったんだ。いや、竹尾さんバグってるらしいですよ。バグってるらしい。そうなんだ。我々言ってたとおこなんだけど、あの竹尾さんは普通にあのタスクができてたらしい。そうなんだ。そうなんだ。いや、仮に竹尾さんがタスクなかったらもしかしたらと思うかもしれないけど、タスクあったらもうどうしようもないですよね、これ。そうなんだ。うん。マジか。でも勝ってるんだけど途中ねアップロードあダウンロードアップロードなんすよっつっていや嘘つくわとか思ってたけどいやーもうちょっと早く言えなかったんかな。